ブドウ月ブドウ月はフランス革命歴の最初の月である。バンデミエールという名称は、オック語でブドウを収穫するものの意を持つバンデミエールという単語から来ている。フランス革命歴でブドウ月は秋最初の月でグレゴリオ歴の9月22日から9月24日の秋分の日から始まり、10月21日から10月23日の間に終わる。 北フランスのワイン生産地では、この時期は、ブドウの収穫期である。フランス革命歴で1年で最後の月である。2月が終わると6日間の3キロットの休日を迎えるが、ブドウ月は、その休日の後に始まる。ブドウ月が終わると、次は、霧月、10月22日頃マイナス11月20日頃が始まる。2月30日とブドウ月1日の間には、 三キュロットの休日と呼ばれる6日間の休日がある。武道月の曜日一覧フランス革命歴の1ヶ月は30日であり、その30日は10日ずつの3つのデカードに分かれている。なお、末日がこの日は動物の名前、末日が例の日は農業に関するものの名前が付けられている。ありがとうございます。